はい、えー、と今日はウイルスの発見ということで話をしていこうと思います。で、まあ、あの科,学科学史科学の歴史の話になるんですけども、えーとまあ、そういう歴史的なことを見ることで、えーまあ、ウイルスがあどういう性質を持っているのかウイルスとは何かっていうところに、えー、と迫っていけると思うので。 え今日はまあこういうウイルスがどうやって発見されてきたのかっていうお話をしたいと思います。でその前に少し感染症について少し話をしようと思うんですけども、えー、っと感染症っていうのはちょっと辞書で調べてみると「家庭の医学館」という辞書から取ってきましたが、えー、微生物が体内に侵入しそこで繁殖したために起こる病気っていうふうになっています。 なのでこの微生物の、えー、生物微生物が体の中に入ってくるっていうのが、まああのえー、ポイントになるそこはまあ感染症っていう言葉の,、まあ、あの定義ということになっているようです。でこの微生物っていうのは具体的にどういうものかっていうと、えー、寄生虫であったり、まあ、虫ですね寄生虫であったり細菌であったり、えー、ウイルスであったり。 するわけですけどもまあまあここ,らこ,こがまあこの前もえお話ししましたが本当に生物に入るのかどうかというのはなかなか難しいところですがえとまあこういうものによってまあ起こる病気ですね。でえっとこういうものをまとめてえと病原体っていうふうに言うこともあります。でえっとまあこれを病原体ってまとめて病原体って呼ぶんですけども えとウイルスっていうのはも、えー、見つかった当初っていうのは「ろ過性病原体」っていうふうにも呼ばれていましたでこの辺にちょっと、えー、今回のお話の、えー、ヒントが隠れているかと思います、まあ、ちょっとこの「ろ過」っていう言葉あのー、えっ、ー、と本当にろ過ですね汚れた水をなんかこうフィルターを通してきれいな水にするとかってうそういう時に使うろ過ですねうんまあそれろ過性の病原体 言葉になってましたで、えー、とそういうところから話が始まるわけですがだから病気から発見されてきたものにウイルスというのは病,病気から発見されてきたものになります。で最初に、えー、ウイルスが発見されたのはどういうところからかっていうと。えー、とタバコ、えー まあ、あの喫煙のタバコですねタバあ喫煙、えー、する時の,あのタバコですねもう、えー、タバコの葉っぱに、えー、できるタバコモザイク病っていうそういう病気があるんですけども、まあ、そういう、えー、病気からあ病気が、まあ、発端となってウイルスが発見されましたでタバコの葉っぱっていうのはなんかこういうなまあなんかこういうふうなあ 葉脈があるようなこういうタイプの葉っぱなんですけどもここにえと黒色のモザイク状の斑点みたいなのがこうえプチプチと,えちょえっと赤で書いてますけどもなんかこういうふうにプチプチと,えと出てくると。でこういうのが出てくるとまあ商品価値がなくなるのでえと人間にとってはあんまり都合がよろしくないっていうことになってまあうんこういう農作物の 一つの病気としてえっと知られてたわけです。で、えっ、ー、とここでまあ一つの実験があります。例えば、うんとこの病気の葉っぱ一枚を取ってきて、えっ、ー、とそれをすりつぶして、えー、それをえっ、ー、と健康な葉っぱにつけるっていうこと、そういうような実験をします。そうするとどういうことが起こ起きるかっていうと、その健康な葉っぱが病気に感染して、えっ、ー、と またあ、病気の葉っぱができてしまうと。い,いうことが、まあ、起こる。っていうことが、まあ、あの、知られているわけですね。なので、まあ、こういうのは感染症っていうものの特徴なので。えっ、ー、と、病原体っていうものがいるはずだと。いうことになったわけです。そこで、まあ、あの、病原体探しっていうのが。ああ、されてきたわけですけども。まあ。なかなか見つからないということが。ああ。 あったわけですねで、えーとまあ、この病気が感染するっていうこれはあポイントとしては、まあ、あの病原体がいるはずだっていう裏の、えー、その後ろに隠れているロジックはどういうものがあるかっていうと、まあ、基本的にはあのどんどんこう毒素が増えていくっていうことです。例えばあの科学的な毒だったらそれは あ薄まることはあっても、えー、とどんどんと毒性が増えていくっていうことはあんあ、まあ、考えられないわけですね。毒性がどんどん増えるというのは何か生物が入っていて自分がどんどん自己増殖して増えていくっていうふうなところと、まあ、合致するから病気がどんどん移るっていうのは何かその生物的な、えー、背景が後ろにあるんじゃないかこういうふうに考えられるわけです。 だけどいくら頑張って、えー、抽出液を調べても例えば、うん、顕微鏡で見てもここがポイントですね顕微鏡でまずは見てみてもまあな何もその病原体らしい生物はその中にはあ見られなかったということがありました。そこで、えっと、年に えー、ロシアの研究者でこのドミトリー・イワノフスキーっていう人がいたんですけどももっと詳しく、えー、とこの、えー、タバコモザイク病のっとタバコモザイク病の病気にかかったあ葉っぱをすりつぶしてその中にどういうものがあるかっていうのを徹底的に調べたっていう人がいます。で、えー、どういうふうな調べ方をしたかっていうとまずえー 今でいうセラミックですね素焼きの陶器なんですけどもそれをそれにまあ水を例えば汚れた水を通すと実はこの陶器っていうのは小さい穴がたくさん開いていますでその小さい穴っていうのはどれぐらい小さいかっていうと大体0.1マイクロメートルオーダーですざっくり言うと0.1マイクロメートルオーダーの穴が開いています でそれに対して、えー、と細菌、えー、単細胞ですねで。それは大体どれぐらいかというと、数マイクロメートルの大きさを持っていると。だから例えば大腸菌だとか、えー、まあ赤菌だとか、まあなんかそういうなものだと思ってください。それは大体数マイクロメートルぐらいの細胞の大きさがあって、まあ絶対にこういう、えー 素焼きの陶器の細かい穴を通り抜けることはできないだけど、水は小さい分子ですので、えっ、ー、とこういう穴を通り抜けてピタピタとええー、とセラミックの下から漏れ出てくるわけですね。そうするとえっ、ー、と病原体が。あ 陶器で引っかかって出てこないけど綺麗な水だけは出てくるということで例えばまあ飲み水を作ったりするときにもこういうような原理をえ使ったりしますまあ、そういうことをまず、えー、ドミトリー・イワノフスキーっていうのはろ過器みたいなのを、えー、セラミックで作って、えー、とさっきの、えー、病気の葉っぱをすりつぶしたあー、えー、と抽出液を通してみたということをやりました で病気の葉っぱの抽出液をろ過して出てきた露液ですねそれを、えー、とまた健康な葉っぱに、えー、塗ってみたっていう実験をしましたもし、えー、と細胞がな細菌が、えー、何か葉っぱに病気を引き起こしているっていうんであれば、まあ、あのろ過されて細,、えー、細菌はいなくなってるはずだから病気にはならないと思ったんですけども この漏れ出てきたろ液ですね、溶かされた液でも、えー、健康な葉っぱは病気になってしまったということが結果として出てきました。つまりどういうことがわかったかっていうと、えっ、ー、と従来知られているような細菌よりはも,もっともっと小さいセラミックの穴を通り抜けるぐらい小さい微生物が存在しているんじゃないかっていうことに。 なってきたわけですでこれは明らかにもう細胞とは違う作りになってるっていうことじゃないかっていうことで新しくまあウイルスっていうふうなものじゃないかっていうふうになってきたっていうのがまあウイルスの発見につながってきたということになります。 でまあ、そのタバコモザイク病を起こす小さなあ病原体ですね今ではタバコモザイクウイルスっていうふうに、えー、呼ばれているものですけども、まあ、当時はあ分子と生物じゃなくて分子じゃないかっていうふうに考えた人も、えー、たくさんいたようです細胞じゃなくて分子っていうふうに考えた人もたくさんいたようです。 でそのそれはまあ、をまああを決定づけるような現象としてはどういうことがあったかっていうとえっ、ー、と1935年に、えー、ウェンデル・スタンレーっていうアメリカの研究者ですねウェ,ンウェンデル・スタンレーっていうアメリカの研究者がいたんですけども えとこのタバコモザイクウイルスっていうのを結晶化することに成功しました。結晶っていうのはどういうものかっていうと、例えば食塩 NACL の結晶っていうと、まあ、NA と CL が規則的に並んでできたあ透明の、えー、規則的な個体結晶があるかと思うので、まあ、そういうものを思い浮かべるかと思うんですけども、えーと このタバコモザイクウイルスっていうのは実はものすごく、えー、と規則的な形をしていてそれが、まあ、あ前後左右塩の結晶と同じようにきれいに並んで、えーと 結晶になったとっいうことですで、えー、と普通の細胞では、まあ、あの一個一個の細胞の性質は大きく異なるっていうこともあるしなかなかその生命生物のあ、えー、細胞っていうものが結晶化っていうことを起こさないっていうのはせ、えー、当時のまあえっ、ー、と、えー、まあ細,細胞っていうのはそもそも結晶化なんかしないだろうっていう。 えことがありますので、まあそういうことからこのタバコモザイクウイルスっていうのは生物ではない何かこうもっと物質無生物に、えー、近いものではないかっていうふうに、えー、考えられるようになっただけど一方では、うん、宿主細胞に、えー、と侵入して自分を増やすっていうようなある意味まあ生物的な 増殖っていうことを、えー、とするという性質も持っているのでまあ生物のような性質も持つけども一方で物質分子に近いような性質もあるんじゃないかっていうふうなまあ何かそういう不思議な存在として、えー、と認知されていったということになります。でこれがまあなんかあの、えー、とウイルスっていうものの発見なんですけどもまあ そういうわけでウイルスというのは小さくて細胞よりも小さくて何か分子に、えー、と無生物に近いような存在、まあ、そういうふうなあの認識というのが、まあ、研究者の中に、まあ、定着していったというのが、まあ、あのこの発見の歴史となります。 で、えー、とちょっと最後に、えー、ウイルスの増殖っていうのをちょっと、えー、最後に、えー、と触れましたので、えー、ウイルスの増殖っていうのは、まあ、一般にどんなものかっていうのをざっくりと、えー、説明して話を終わりたいと思いますが、えー、とウイルスの増殖の、まあ、一般的なメカニズムです全部に当てはまらないかもしれないですが、まあ、一般的にどういうふうに、えー、認識されてるかっていうと、まあ、こういう形でウイルスは増えていきます。まず 宿主の細胞に侵入します、まあ例えばこういうふうに細胞があったとするとこのウイルスがこう中に、えー、取り込まれるわけですね。でそのっ、えー、とで遺伝子を放出する脱角って書いてますけどウイルスっていうのは、えー、前回も述べましたようにこの中の遺伝子が、えー、タンパク質のこういう殻で囲まれてるっていうのが基本構造でしたカプシドって言いました。でこれが、えーと 細胞の中に入るとこの周りの殻の部分がこう分解されてなくなるとそうするとまあ遺伝子だけが細胞の中に浮いてるような状態になるとでここから宿主の細胞に自分の,この放出された遺伝子をどんどん増殖させて増殖させるっていうことを えやっていきますそうするとどん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 こういうふうに、えー、と細胞の中に、えー、ウイルスの遺伝子が増えてくると。こっちこっっちちですね遺伝子が複製されると。ウイルスの遺伝子がどんどんまず複製される。で同時に、えー、とそこにコードされていたウイルスのタンパク質もどんどんと合成されると。でこの、えー、とできた。 あ遺伝子と、えー、タンパク質っていうのが再び、えー、細胞の中で、えー、っとくっつき合って新しい細胞があ新しいウイルスがどんどんと、えー、こういうふうに誕生してくるっていうことになります。まあ、この青が新しいカプシドですね カプシドのタンパク質になりますで、えっと、最後にどうなるかっていうとこれがあどんどん細胞の外に、えっと、飛び出てくると場合によっては細胞が死,死ぬタイミング細胞が死んでしまうタイミングで外に飛び出すというものもあるしいろいろなケースがあるかと思いますけどもいずれにせよこうやって、えっと、細胞の中で増えた新しい、えっと、ウイルス粒子、まあ、よくウイルス粒子っていうんですけどもそれが外に飛び出す。まあ できるっていうことを成熟っていうふうな名前でも呼ばれることはあるようですがまあそうやって新しいウイルスがどんどんとできるというようなメカニズムができてこれがウイルスが増えていくざっくりとした原理メカニズムになりますはい今回は以上になります。